CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞くは、新しいゲスト、海野圭一さんにお越しいただいてます。海野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。海野さんはですね、元アクセンチュアの代表取締役で、現在は企業の海外展開支援を、まあ、サポートされていると。そうですね、ことですね、はい、はい、ということで、執筆活動もされてまして、例えば2020年日本はアジアのリーダーになれるのかというような本でしたりですね、新著ではですね、日本企業はアジアで勝てるのかとかですね、そうですね、そういった、まあ、日本人とか日本企業が世界の中で、まあ、本当に活躍できるかどうかというようなことをテーマにされていると、まあ、実際あのインドネシアの高速鉄道などね、はい、日本企業が勝てないという事例が数多く見受けられますので、はい、私自身があの海外とのやり取りともう30年40年やってますので、はい、まあ、そういったノウハウをですね、はい、皆さんにやっぱりその教えてあげたいというのが、まあ、今現在の私の心境ですね、はいはい、まあ、そういったことで普段はこう塾のようなこともされてるんですか？そうですね、あの今現在はあの、週に 2,3 回やってましてね、はい、あのまあ、土曜日は丸一日英語で、はい、あの世界の政治経済軍事外交を教えてまして、はい、それから水曜の夜はこの4月からなんですけれども、はい、あのまあ、英語ですとね、なかなか、はい、あの日本人で分かる方少ないので、はい、あのバイリンガルで、うん、まあ、英語と日本語を交えてですね、はい、あの教えるその塾を始めてます、はい、であと、まあ、隔週ですけど月曜日の朝ですね、はい、7時半からあの土曜日の英語 の, あの研修をですね、うん、あのコンパクトにしたあの、ま、あの研修授業をやってます、はいはい、そうですね、いやもう本当に東京の方羨ましいなと、僕は大阪なんでなかなかお誘いいただいても来れないんですけど、そうですね、僕はあの、まあ、こういうふうな研修事業をやろうとしましたのはもともと僕自身がそのグローバルリーダーを目指してですね、はい、やっぱりアメリカの企業で、まあ、30年以上働いてきて、はい、それからまあ家族もあの30年以上中国だったんですね、はい、でそういう関係もあってあの米中の中でいろいろ苦労してきたので、うん、せっかく苦労してきたそういうそのまあ、リーダーとして の, その今まで の, その経験をね、はい、維持していくためにそういうその勉強をその一生続けていきたいと思って、まあ、学校を始めたという経緯がありますね、はい、まあ、日本でもアジアでも私が今やっているようなリベラルアーツというか一般教養みたいな授業をやっているところどこもないんです ね,、はい、そ, うですね、それが今のやっぱり日本 の, その国家としてもですね、はい、やっぱり問題があるというふうに思っています、はい、うん、まあ、そういったことを企業研修ですとかそういった塾でやっていただいてるんですけれども、なかなかまあそれ全部私たちも見れないので、まあ、今回この CGS では数回にわたって普段海野さんがお伝えになっていることの、まあ、エッセンスだけですね、短い時間なのでポイントだけになりますけども、まあ、こういったことを若い人たちに伝えてるんだよというようなことを私がいろいろ聞き取りをしていきたいと思いますので、そうですね、はい、ポイントで、はい、あの絞ってになりますけども、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日は1回目なので、はい、まず一番最初は大きなテーマでですね、まあ、この本にもありますように日本はこれからアジアのリーダーになれるかどうかということで、まあ、日本を取り巻く国際情勢の捉え方というようなお話を聞いていきたいんですけれども、はいはい、であの日本がアジアのリーダーになれるかってそもそもあの日本人がその世界 の,、ね、はい、あの経済だとか政治情勢をきちんと把握しているかというと、はい、やっぱりあの日本人が直接関心のあることしか皆さん、はい、あのお勉強されないしね、うん、その新聞報道もそれに限定された形になってますので、はい、まあ、かなり制約された情報になっている、うん、でやっぱりその1990年当初頃はね、はい、日本がそのやっぱり世界のナンバーワンだと自負があったんですけれども、はい、うん、やっぱバブルがはじけてですね、うん、もう20年以上経ってるんですが、はい、まあ、そこら辺 の, その日本がこう世界のポジショニングから凋落していったということをですね、はい、日本の国民のほとんどが認識されてない、うん、これは政治家の皆さんも一緒なんですが、はい、僕は毎月アジアにいろいろそのいろんな関係を持ってます出てますけれども、はい、うん、最近はやっぱりアジアの人たちっていうのはジャパンという言葉を使わなくなったんですよね、うん、だからあのアジアっていうとアジアエクセプトジャパンなんですね、はい、それは非常に問題ありますね、はい、で最近ですとやっぱり日本人がやっぱりシンガポールがねアジアの中心だっていうんで、うん、移住される方も含めて、はい、結構シンガポールにその着目していろいろ行動されてますけど、うん、所詮やっぱり日本人の方っていうのは基本的に英語が下手くそなんですよね、うん、だそういうことでやっぱりそのコミュニケーションも含めたねあのところからまずなってない、うん、ましてやそのあの私なんかよくあのリベラルアースっていうのは心の乱し並みだっていうふうな一般教養言ってるんですけど、はい、うん、それすらやっぱりあの心の乱し並みが本当についてるのかっていうと、うん、まあそれは知識としてね、はい、あのまあ何て言うかなこう
浅くね、はい、お勉強されてるんで、うん、それをその日本人が欧米の人たちみたいに議論したり、はい、うん、それからその、まあ、なんていうかな、世界にこう反対意見を言ったりっていうふうなことをしないんですね、はい、うん、例えばその身近な例で言えば日本の方々っていうのは国内ではですね、はい、例えば慰安婦問題だとか南京大虐殺の問題だとかっていうことを散々議論されてますよね、うん、はい、それは政府の政治の家の方も議論されてますけど、うん、彼らはくるっと外向いてね、はい、じゃあそれを欧米の方々にその話をしてね、うん、説得されてるのかっていうとほとんど皆無なんですね、うん、まあ、僕自身が今まで存じ上げてるっていうのは指で数えるぐらいの、うん、本当に1人か2人ぐらいしかいないんですね、はい、それはもう日本人としては恥ずかしいんですけども、うん、それが実態ですね。で私なんかさっき神谷さんがおっしゃったね、はい、その今の事業ですけども、うん、企業研修なんかもやってるんですよ、はい、そうすると企業研修の中でその人事部の方がね、はい、いろいろその、まあ、日本がアジアのリーダーになれるのかみたいなタイトルでお話しさせていただくんですけど、うん、その際にそのちょっとヤフの話していいって言うと人事部の役員の方が飛んできてですね、はい、うんさんそれは困りますって言うんですよね。あ、そういう現状ですか、はい、で困りますって言うんですけど、はい、僕はその出席してるね、はい、外人のその会社のねグローバルのリーダーの方、うんうん、アメリカ人とか、はい、イギリス人とかシンガポール人に聞くんですね、うん、であなた方は英語で、ね、もちろん英語で、はい、あなた方はその慰安婦問題という話人事部長そう言ってますけど、はい、どう考えてますかって聞くんですね、はい、そうするとお答えは大体ですね、うん、ニューヨークタイムズとか、はい、エコノミストで言ってるような内容のことですね、はい、要するにかなりバイアスをかかった情報に基づいていますので、うん、そういう意見を彼らは言うわけですね、はい、そうしますと何のことないそのあんたのおじいさんはスケベでね、はい、その海外出たらそのレイプばっかしてたんだろうみたいなそのイメージ持ってらっしゃるわけですよね、はい、でそれそ僕後ろの日本人が20人とか30人聞いてますよね、はい、で僕は日本人にねところでお宅の人事の役員はね、はい、それおかしいって喋るなって言ってそのどうせ日本人は英語うまくないんだからって言うけど、はい、あなた方それでいいのって僕は聞くんですよ、うん、はい、そうすると皆さんは後ろの方でねやっぱり英語わかる人もいてね、はい、多少ね、はい、いやそれは海野先生それは困るってやっぱりそのもし説得できるなら説明する、はい、僕らプログラムにメニューないんだけど、はい、ちょっとじゃあ10分だけ話させてくれ、はい、で日本のそのスメラギという軍隊スメラギってね、はい、その神の軍だっていう、はい、そういう話から始めてね、はい、まあ、10分ぐらい話をさせていただきます、うん、そうするとねアメリカ人とイギリス人はね本当って言うんですよ、うんうんうん、そんな情報世界誰も知らないから、はい、いや本当ですよって話をすると後ろに来て 20,30 人の日本人はね、うん、本当にね嬉しいっていうか、はい、だったら今までねあんたの会社のグローバル会議は何だったんだって、はい、それでもってね世界から日本人が信頼されるってことは絶対ありえないじゃないのと、はい、いう話からまあ、本題に入っていくってことをよくやるんですね、はい、でなぜかというと皆さんねそういうグローバルミーティングの場合はですねアメリカ人とか英語を話す方々を講師に呼ばれるんですよ、はい、で英語を話す方々なんていうのは日本の歴史なんか知りませんしね、はい、もしくはその日本にいるそのアメリカ欧米の方々って、まあ、失礼っていうことではないと思うんですけれどもグローバルなそのなんていうかな政治経済軍事外交ってあんまり関心ない方多いんですね、うん、ですからやっぱりそういうふうなそのグローバルパースペクティブっていうか世界をどういうふうに俯瞰するかなっていうふうな話はあんまりされませんし、はい、どちらかというとコミュニケーションスキルとか、うん、まあ、リーダーシップスキルを、はい、まあ、皆さんに教えるわけです ね。日本人はどういうふうな文化を持ってるかって、うん、そんなんでは全然ね、はい、グローバルに程遠くて、うん、なんで日本要するに日本の例えば技術とかね、はい、商品がガラパゴスだって言われてますけど、うん、僕に言わせれば日本人そのものはガラパゴスなんですね、はい、でそれはやっぱり日本人がかってのね、うん世界ナンバーワンだったイメージをね、はい、捨てきれないで未だにそういうふうなイメージを持ってらっしゃるということが、うん、やっぱり大きな問題だ。だから、うん、そういうふうなこう心のポジショニングを日本人だけじゃなくてね、うん、欧米の方に対しても我々はどういう人たちなんだということをね語れないっていうことがそもそも日本はアジアのリーダーになれない、うん、だそれをやっぱり僕はそのかってのね日本人ってやっぱりそうじゃなかっただろうと、はい、でそういうことをやっぱりもう一度そのリーダーになるためのね努力をするべきだろうということで、はい、まあその英語で講演いっぱいやってるんですね、うん、でそこら辺のところがでもちろん日本語でもやってますけど、はい、そこら辺のところがやっぱりその日本の報道とか、ね、メディアとか、うん、まあ、政治家も含めてですけどね認識が極めて足りない、はい、だもちろんその彼ら海外で講演したりいろいろしてますけど僕はその
バイリンガルなんで、はい、アジアに出ててそういうのよく知ってますけど、うん、じゃあ本当に素晴らしい演説してるかって、まあ、どうですかね、そんなことはないんですね、うん、でどういうことかというと彼らは例えば有名な企業の、ね、うん、その経営者が講演しますよね、はい、その業界で、はい、そうするとあなたの講演大変素晴らしかったって言うんですけど、うん、くるっと後ろ向いて何だ何言ってるの分かんないんだけどっていうのは大体の相場なんですね、はい、それがやっぱりその日本 の, そのトップの方々も含めて、ね、理解してないってことがやっぱり問題だ、はい、でそれは非常に長い時間を要するのか、うん、それを直すのにね、うん、僕はそんなことはないと思うんですね。ただそれをもっと世界情勢をやっぱりきちんと理解して、今どういうふうに世界が日本を見てるのか、はい、じゃあ慰安問題を野放ししてってね、はい、で日本人は立派だと思うやついませんよ、うん、そうでしょ、そうですそうです、はい、ね、そうでしょ、だからそれは誰がやるんだっていうことですよね、うん、でそれも政治家もやらないしね、はい、まあ、政治家やってるのはその例えば相撲力士をね海外持ってったり、はい、歌舞伎を紹介したり、うん、酒樽持ってったりってやりますけど、その予算つけてもそんなことどうでもよくてね、はい、うん、やっぱりその装備例ってね、はい、かつての紹介する奥さんがアメリカで戦前散々やりましたけどね、はい、もちろん日本人もやったことはやった、戦前はね、はいはい、伯爵公爵の方々もやられたんですけども、うん、今一度そういうふうなことをね、はい、そういうところに金を使ってほしいですね、はい、そういう意味では日本人が本当にアリアのリーダーになれるかという意味ではね、うんうん、私はなれると思うんですよ、はい、ただそういうふうなことを理解していただく場っていうのは、はい、例えばこの放送もそうですし、うんうん、一人でもね私の言ってることを、いや宇野さん言ってるの本当みたいなことを、うん、まず疑問に持っていただいて、はい、でその日本語の情報だけでなくてね、うん、まあ、英語できなければ英語から翻訳された情報でもいいと思うんですけど、はい、そういうものに接してね、うん、何を彼らが言ってるのかっていうことをね、やっぱりもうちょっと目を外に向けていただきたいなっていうのは、はい、やっぱりまず第一ステップですね、うん、そういうふうに思います、はい、いや実は私が今、まあ、政治のことに関わったりこの CGS という番組をやってる元々の原点が海外に行って、まさしく冒頭におっしゃった外国人とディベートができなかったんですよ。日本人としてね、世界についてどう思ってるのかとか日本の歴史についてどう思ってるのかっていうような質問に対して全く自分が答えられない。日本にいるときはですね、まあ、日本語だけでやってますから、まあ、ある程度議論をふっかけられたらですね、ちゃんとそのやり取りできる自負があったわけですよ。一歩日本語が出れば、全くそれが自分ができない。英語のレベルも、まあ、もちろんつながったのもありますけれども、それが悔しくてですね、で、まあ、今、政治をやろうと思ってやってるんですけど、いかんせんですね、例えば私、国会議員の選挙出たことあるんですけど、落選してるんですけど、国会議員になるべきことは国益の追求だと思うんですね。だから、国益に叶うことを選挙に訴えるんですけど、有権者は国益あんまり関心ないんですよ。そうですね。だから日本が世界の中でどういうポジションを取ってどうやっていくかっていうことが本当は国政でやるべきことなのに、そうですね、やることは自分の、まあ、言えば社会保障の話だとか、地域の道路なんとかしてくれとかですね、それは地方議員がやればいいことであって、そうですね、国会議員はもうちょっと高い視点に立って、ね、国防なり経済なり国際戦略なりをですね、訴えないといけないんですけど、やっぱりこうみんながそこに関心がないもんだから、訴えても票にならないんですよね。そうですね、はい、本当です。それは日本人の教育のあり方に問題ありましてね、はい、それは特に戦後の GHQ はですね、はい、日本人から戦略的なマインド、はい、要するに戦略的にものを考える、うん、やり方をどういうふうにして消し去るか、はい、で目先のことにこだわるような教育方針に変えさせたんですね、はい、でまあ、一番いい例がTQC なんですけど、はい、要するに重箱の隅をつくような改善、はい、ということを彼ら教えたんですが、はい、うん、まさかマッカーサーがね、はい、そういう教えたことがですね、日本のとんでもない飛躍につながるとは思ってなかったんですよね、うんうん、で日本人とは非常にこう勤勉な民族ですから、はい、そういうふうにアメリカが言ったことを真に受けてね、はい、きっとこれが金閣玉城なんだと思ってやって、はい、その成功したわけですよ、うん、ですから未だにですね、日本の政治もですね、はい、国民も目先のことにこだわる、はい、要するにつまんないことにこだわるというふうな習慣が身についちゃったんですね、うん、戦前の人は決してそうじゃなかった、はい、もうちょっと、もっと春、もっともっとダイナミックにね、はい、戦略的に動いた、まさにですね、まあ、そういった戦略的な思考の部分がやっぱり欠けているなというのが私がこの番組をやっている趣旨でして、だから番組の名前がチャンネルグランドストラテジーなんですね、大戦略ということで、やっぱり日本人もっと大きなですね戦略を持ってやっていった方がいいと。ただそれにはやっぱり基礎知識がないといけなくて、今はテレビでも、まあ、メディアでもですね、学校でもそういうこと習わないので、まあ、こういったネット番組で学んでいこうということなので、まあ、また数回に分けてちょっと話を掘り下げていきますので、はいはい、また次回以降もぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。
礼します。